ルーティン動画です。7月の今日何日だっけ、10日ですね、月曜日です。時刻の方は16時15分になろうとしています。気温は30度、体感37度になってましたね。レギュラーガソリンリッター2万トンで540キップ、レギュラーリッター2万トンで540キップです。お、なんか、タラトマンビエンですね。まあまあの人出ですね。雨降ってんね、そこね。うん、局地的な雨ですね。局地的に雨が降ってます。ここのところね、週末からね、ビエンちゃんに住んでるね、知人が、バンビエに遊びに来てまして、ひたすら酒飲んでましたね。はい。で、週明け、昨日までいてね、昨日またビエンちゃんの方に帰ったんですけども、ビエンちゃん降りるときに、なんかキャリーバッグ、他人のキャリーバッグをね、間違えてピックアップしちゃったみたいでね、ちょっとひともんちゃんがありました。はい。皆さんもね、荷物の取り違いはね、十分にね、お気をつけください。いやー、降ってきたね、これ。最悪。週明け、明日あさってあたりにまたなんか、知人がね、一人、バンビエに来るようなことで、ね、連絡がありました。そして、週末にはまた別のね、知り合いがですね、バンビエに来るような、ね、連絡が来てましたね。うん。向こうではね、パラ飛んでるのにね、パラこれ帰ってきたらね、雨の中って怒ってなりますね。大変だね。なんか雨の匂いがね、すごいっすね。なんか雨の匂いってこれ何なんですかね。雨自体には匂いはないはずなんですけど、雨に濡れたね、アスファルトとかね、セメントのね、匂いなんでしょうか。うん、これ結構ね、バンコク共通だと思います。うん、どこにいてもね、なんか雨の匂いがね、変わらないような印象がありますね。お、雨抜けたかな。はい、どうやら雨降ってるエリアからね、抜けたような気配がしますが、いかがでしょうか。あ、ただ雨がね、追っかけてきてる感じなんで、もうちょっとね、先行きたいですね。邪魔だな、前の車。はい、何がしたいのか分かりません。露店街ですね、露店街。なんかね、ルアンパバーンの、ラオスイーツの日本人など、即ミサイゲストハウスの、ね、おかみさんからね、昨日連絡があって、まあ、ビエンチャン在住のね、別の知人がね、なんかルアンパバーン、即ミサイ、訪ねて行ってくれたようでね、ロンさん、知り合いが来てくれてるよ、ありがとうみたいなね、そんなね、連絡いただきました。結構なんかね、今どうなんだろう、在留邦人、ラオスにいる日本人の間でね、ちょっとした、ね、旅行のね、ブームが来てるのかもしれません。まあ、とはいえね、このバンビエンの街中はね、やっぱもうローシーズン入ってるんで、人のね、数が少なくなってます。うん、これは、昨日帰ったね、ビエンチャン在住の彼もね、もう20年以上か、ラオスに住んでるんですけども、うん、
この彼が、うん、言ってましたね。なんかバンビエンね、人少ないんじゃないのっつって、うん、まあまあね、シーズンってこんなもんじゃねえのみたいなね、そんな話をしてましたね。あとね、この中国メシア、中華メシアとかね、漢字の看板、うん、が増えてるのに、ね、驚いてましたね、うん。まあ、これはね、もうしょうがないね、チャイナマネーがね、ラオスにゴンゴン入ってきてるんで。中国語看板、漢字の看板が増えるのはね、いたしたかったないんじゃないかと思います。あ、街中の方も完全に雨、ね、雨雲来ちゃってるね、うん。まあね、人が来てもね、基本的に僕は、まあ、いつもの、ね、列車でね、いつもと同じような、ね、ものをつまみながらね、ぐずぐず飲むような、うん、生活なんで、もしね、バンビエにいらっしゃった方、なんとかね、いつもの飯や、うん、そこをね、嗅ぎつけていただいたらですね、僕がアホ面下げてね、酒かっこやってると思うんで、ぜひぜひ、訪ねてみてください。いやー、ほら雨の中で、ね、話しながらこうカメラ回してね、バイクで走るなかなかねしんどいね、うん。あ、ここ新しいカフェバーができたね。雨だもんね、これ上空こんななんでね、雨雲はちょうど今ナムソンの上にいるぐらいですかね。いやいや、本当に絶悪のタイミングで、いつもの PTT をね、出発したことになりますね、うん。そうか、あと10分ぐらいね、カメラ回すのを遅らせりゃよかったね。まあこんなこともあるでしょ、こんなもんです。あ、そんなわけで、あ、久しぶりのルーティン動画でした。さあ今日はどこで何本のも